東高系統後継大道2年3月12日は、中国陸朝時代の医学者、科学者であり、道教の賀山派の海祖。字は道明。隠居後は直して歌謡隠居と名乗り、晩年には歌謡三一と称した。美目修例にして、博学多彩で、詩や近畿書画をたしなみ、医学、牧船、歴史産、経学、地理学、博物学、文芸に精通した。 山林に陰性し、フィールドワークを中心に、本草学を研究し、今日の漢方医学の骨子を、築いた。また、書の名手としても知られ、後世の書家に影響を与えた。丹陽軍、マグサ両県の人で、南朝の市大部の出身。祖父の東隆氏は、王府三軍、父の唐田氏だからは、高政県令を務めた。幼少より極めて聡明でたちまち処方を終え、 満館の書を独破した。十歳の時に、勝公の新宣伝に感化され、道教に傾倒し、十五歳にして、広山氏を表したという。二十歳の頃、南西の皇帝に招兵されざ守れ伝中将軍を任じられると王の事項となり武帝の時まで仕えた。三十歳の頃、陸修正の弟子である、孫雄だけに指示して、道術を学び、 36歳にて職を辞し、永明寺10年、か山に弟子と共引退した。南氏には、東光景が辞死した時皇帝の肝入りで盛大な、送別会が催されたことが伝えられている。長元元年に山宗の老閣を建て、弟子の指導をするほか、天文、歴史医学、地理、博物など多様な研究に打ち込んだ。また仏教に深く傾倒している。 王朝が交代すると両の武帝は、東皇家の最地を頼り、元号の選定をはじめ吉祥や、軍事などの重大な国政に、彼の意見を取り入れた。このため、武帝と頻繁に書簡を交わしたので、山中最相と人々に呼ばれるようになる。年を追うごとに名声が、高まり王皇、貴族らの多くの名士が門弟となった。文鮮の変者として知られる。 テルアキ大使も教えを受けた一人である。多岐にわたる著述を表しその数44冊に上った。去年81、送り名は、定次郎先生。投稿系は、前漢の頃に表された中国最古のバイブル的な、薬学書、新農本草業を整理し、500年頃に本草業出注を表した。この中で薬物の数を730種類と従来の2倍とした。 また、薬物の性質などをもとに、新たな分類法を考案した。漢方医学における薬学の祖とも呼ばれ、今なおこの分類法は使われている。東代に、祖高氏らが、直名により、新州本蔵を刊行したが、本蔵業失中の内容を、網羅的に継承し造歩した内容であった。同郷の一派である上新派を継承し、香山派を、開いた。著書。 信仰は上信派の歴史や教義を記述した重要な文献となっている。先導の聖地である海山に入り、弟子と共に、道館、歌謡館を建て多くの門邸を育て優れた道師を排出した。英革命拓本、王義士や商用に、司法師、淡宮比な書風だった。東高系が書したとされる英革命の碑文は後世に評価が高く。 その革新的な書法に啓発された書家は数多い。とりわけ北宋の皇帝圏は大きな影響を受け、独特のリズムを持つ革新的な書法を完成させた。また両部帝と書館の中で書論を交わしているが、この書論は当代になって長公園の法書要録に収められ王儀師の書を最高位とする後世の評価を決定づけることになった。ありがとうございます。